ジャニーズ事務所、新社長の東山の之が、ジャニー北川氏の性加害問題をめぐり、19日、取締役会を開いたことをホームページで報告した。しかしながら、今後の会社運営に関わる大きな方向性についてあらゆる角度から議論を行い、向かうべき方針を確認した、だけで、来月2日に進捗内容を具体的に報告するという内容。元渋期待 元木正宏はなぜ潰されなかった。奥山和義氏が明かしたメリー氏の圧力。ネット上では早期にタレント移籍の手助けをすべき、取締役会は機能しているのか、といった声が上がっている。元テレビ朝日プロデューサーの沈め博道氏は、いかに認識が甘いかがさらに露呈した、としてこう続ける。スポンサー企業の打ち切りが相次ぎ、対応が後手後手にもかかわらず、 回答は来月という対応の遅さは世間の温度感が全くわかっていないことを示しています。また、ファンとしては東山社長に事務所のトップタレントとしての意見を聞きたいのに、死と仰いできたジャニー北川氏を、鬼畜、とまで見方を180度翻す姿からは台本通りに、演じている、ようにしか見えません。そんな東山の、裏の顔について、あるテレビ局関係者が声を潜めてこう言う。 ダブルコートジャニーズの優等生キャラとのギャップ。あるゴールデンタイムのバラエティ番組でレギュラー出演者が3、4人まとめて卒業した中に東山さんがおり、最終日に花束贈呈をしたんです。他の出演者が和気あいあいと花束を受け取る中、チーフプロデューサーが東山さんに花束を渡そうとすると相手をきっと睨み、無言で花束を奪うように受け取って、一言も言わずに楽屋に帰ってしまったんです。 恐怖すら感じるほどの鋭い目つきと、ジャニーズの優等生キャラとのギャップに、その場にいた MC も卒業する他のメンバーも驚きました。スタッフたちは縮み上がる思いで、花束を渡したチーフプロデューサーもびっくりですよ。もちろん、事務所にも番組卒業の了承を得ていたけれど、本人的には、この俺様を外すとは、という怒りが強かったのでしょう。あの時、 東山さんの冷酷な一面を見たスタッフたちは最近の会見を見ても東山さんが本音で喋っているとは思えないと話しています。